ます。はい、あさってに向けて強い意気込みをお願いします。強い意気込みっていうのを私に求めるのは本当に難しいところなんですけど、優勝を目指して頑張りたいと思います。勝ちたいですか？勝ちたいって思って走るとか良くないから、勝ちたいっていう欲望は本当になくて、とにかく自分のできる最善のレースをしたいと思ってます。最善のレースとはどういうレースでしょうか？なんだろうな、反省点ばかり上げていくのもなんなんで、なんだろうな、いいレースを上げていくと、松戸のレースだったりとか、あとガールズコレクションを取った時のレースだったりとか、風を切るようなレースをしていけたらと思います。でゴールは一着でと。そうですね、ゴール戦さっさと一着で切って、一番で帰りたいと思ってます。わかりました、頑張ってください。ありがとうございます、頑張ります。あさってに向けて、はい、強い意気込みをお願いします。優勝のみ。優勝どれぐらい勝ちたい？どれぐらい、でも優勝しかない。優勝もう こんだけこんだけ、もう何をやっても優勝したい。優勝したいですね。でもそこにとらわれすぎると消極的なレースになっちゃうので、自分の力を出し切ることを意識して、その中で優勝できるように頑張ります。わかりました。レクサスもはいゲットして。もちろん誰にもレクサスは渡さない。わかりました。はい、頑張ってください。頑張ります。明日じゃないですね、明後日にかける強い意気込みをお願いします。なるようにしかならないんで、あんまりこう強く意気込んで勝つことはほぼないので、いつも通りリラックス、リラックスするのが難しいんですけど、なるべくリラックスして、あとはお客さんの盛り上がりを肌で感じて、舞台を楽しみたいと思います。勝ちたいですか？勝ちたいけど勝てるもんじゃないので、とにかく自分の力をしっかりこう試すじゃないけど、はい、みんな他6人にぶつけたいなと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。あさってに向けての強い意気込みをお願いします。はい、体調も戻って、しっかり練習もできました。今年1年、いい形で終われるように、自分らしく全力出して頑張ります。応援よろしくお願いいたします。勝ちたいですか？もう勝ちたいです、はい、どれくらい？どれくらいどれくらい勝ちたいか。めちゃくちゃ。めちゃくちゃですね、はい、やっぱりそれは最後の締めくくりとして勝ちたい。そうですね、でも勝ちたいっていう気持ちももちろんあるんですけど、一番は自分の力を出し切りたいっていうのが一番ですね。じゃあまずはそこから始めると。はい、もうそれであとは結果はついてくると思うので、はい、まずは全力で戦います。わかりました、はい、頑張ってください。ありがとうございます。あさってに向けて強い意気込みをお願いします。強い、今日明日はしっかり調整して、思い切ったレースをできるように頑張ります。勝ちたいですか？勝ちたいのは毎年勝ちたいんですけど、やっぱ先輩たちがいつも毎年強いんですけど、今年はやっぱ3年目だし頑張りたいです。もうとにかく何でもやって勝ちたい、はい、新しい尾形さんを見せたい。でもなんか悔いが残らないレースはしたいです。わかりました、はい、頑張ってください、はい。ではいきます。あさってに向けて強い意気込みをお願いします。はい、全力で自分らしく走って優勝目指して頑張ります。勝ちたいですか？勝ちたいです。どれくらい？もう勝てたら何しましょうねどのぐらい。もう家の外交が一括で払えた方がいいので、400万ぐらい一気に払いたいので、はい、優勝したいです。レクサスもついてきますが。そうですね、父親にレクサスくれって言われたんで、あげれたらいいなと思います。わかりました、頑張ってください。頑張ります。あさってに向けての強い意気込みをお願いします。強い意気込み、はい、強い意気込み、ちょっと待ってください。
一言でってことですよね。いや、まあ一言でもなん、ちょっと今ど忘れしました。強い意気込み。勝ちたい、はい。まあ、1年間本当にすごくたくさん辛いことはほとんどだったんですけど、最後に笑って終えるように頑張ります。よろしくお願いします。勝ちたいですか？そうですね、まあ、勝ちたいのはもちろん皆さん同じだと思うので、ただ私的にはまだそんなに完成ではないので、でもしっかり落ち着いて、まずは自分の最大限の力を出したいと思います。それで勝てればいい。そうですね、それを頑張って自分の最終的に結果がついてきてくれたらいいなと思います。ありがとうございます、はい、頑張ってください。ありがとうございます。